ビッセル神戸、ビッセル神戸、ビッセル神戸、ビッセル神戸は日本の兵庫県神戸市をホームタウンとする日本プロサッカーリーグ J リーグに加盟するプロサッカークラブ。1966年総部の川崎製鉄水島サッカー部。1987年に川崎製鉄サッカー部に会唱が前進となり、1997年に J リーグへ加盟した。 ホームスタジアムは、ノエビアスタジアム神戸。練習場は、いぶきの森球技場である。詳細はスタジアム、練習場を参照。チーム名の、ビッセルは、英語の、ビクトリー、勝利と、ベッセル、船を合わせた造語。勝利の船出を意味し、国際港湾都市、神戸をイメージ。神戸市民の夢を乗せ、勝利に挑戦し続けるチームであることの誓いも、込めている。 マスコットは、神戸、兵庫に、馴染みの深い、牛をモチーフとした、モービ、モービ。牛の鳴き声、モート勝利、ビクトリーを合わせた造語。運営会社は楽天ビッセル神戸、株式会社である。設立当初は、合同会社クリームゾングループ、楽天代表取締役の三木谷博文の個人。 資産管理会社からの全額出資であり、楽天からの出資はなかったが、2014年12月に、楽天が運営会社の全株式を取得した。1993年12月、神戸にプロサッカーチームを作る市民の会、オーレ神戸が地元市民の有志により発足。同時期に、岡山県倉敷市を本拠地とする、川崎製鉄サッカー部の誘致活動を行い、 川崎製鉄本社の移行もあり1994年3月に1995年からの神戸市へ移転が決まった。1994年6月、当時神戸市に本社を置いていた総合スーパーの大英がメインスポンサーとなり、株式会社神戸オレジサッカークラブを設立。1994年9月、クラブ名称がビッセル神戸に決定した。 1995年1月1日、ビッセル神戸としてスタートしたが、練習初日であった1月17日に、阪神・淡路大震災が発生し、選手らは岡山県倉敷市のグラウンドで初練習を行った2月6日。なお、神戸市内の練習場、いぶきの森球技場、旧は1995年7月に完成した。また6月に後に、 クラブの象徴的存在となり、ミスター神戸と称された FW 長島明宏が加入した。運営会社の筆頭株主だった大英、資本金10億円のうち50%を出資が震災の影響から3月に撤退した。当時強化部長だった足立貞氏がスポンサー獲得に奔走5月31日に運営会社の称号を 株式会社ビッセル神戸に変更。ユニフォームにも白と黒のストライプにオレンジのラインが襟と袖に入っていたが、大英撤退に伴いオレンジからエメラルドグリーン、ビッセルブルーに変更した。1996年、元デンマーク代表のミカエル・ラウドルップが加入。ジャパンフットボールリーグ JFL で準優勝し、1997年シーズンから J リーグへ加盟した。1997年、J リーグ史上初のフェアプレー賞、高窓の宮杯を受賞した。1998年は、韓国代表 FW 金土君を獲得し、長島との協力にトップを要したものの、シーズン途中には16連敗を喫するなど低迷。J1 参入決定戦で、札幌を下してなんとか、J1 残留を決めた。 1999年は監督に川勝良一が就任。セカンドステージは7位となり、2016年に更新されるまで長年クラブの最高順位記録だった。2000年 DF 解放刑事がクラブ初の代表選手に選ばれた。セカンドステージは連敗が続くなど苦しい戦いながら J1 に残留を果たした。この年限りで 長島が現役を引退した。2001年、京都を対岸した、FW 三浦和義、MF、餅月重義、DF、四軸霊、清水から MF3 とすらが加入。神戸ウィングスタジアムの小ラ落としとなった試合では、クラブ史上最多の3万813人を動員化。2002年は、横浜から上昇時、 G 大阪からハリとリュージラを獲得するも、ファーストステージではアゴ連敗を喫するなど低迷し、川勝が自民し公認にコーチを務めていた松田博が昇格する形で就任した。セカンドステージ開幕前に FW、オゼアス、MF、アリソンを獲得。最終節で清水を下しギリギリで残留を果たした。2003年、新たに、 ソエジマヒロシを新監督に迎え、公式戦3連勝スタートを切ったが、ファーストステージ第14節大分戦では、ワースト記録となる8失点で敗れるなど、年間通して多くの失点を喫するリーグワー六63失点。それでも終盤に、カズ、ハリトラの活躍で最終節を待たずして、残留を決めた。年シーズン終了後には、伊藤ハムが、 ユニフォーム胸スポンサーから撤退。2003年12月15日、運営会社の株式会社ビッセル神戸は、東京地方裁判所に民事再生法の適用を申請した。1月14日、兵庫県出身で、楽天の代表取締役である、三木谷博文が代表を務める、株式会社クリムゾンフットボールクラブ。2004年1月5日、設立が2月1日付で、 チームの営業権を譲り受けた。神戸市はチーム運営から撤退し、スタジアム仕様などの側面支援を行うことになった。イワンハシェックが監督に就任。2002FIFA ワールドカップのトルコ代表 FW のイルハン・マンスズが加入したが、イルハンは出場は3試合にとどまり、シーズン途中に自らの希望で対談。セカンドステージ開幕直前には、 元東京 V のパトリック・エム・ボマ、鹿島アントラーズから平瀬智之、チェコの名門 FK、テプリチェから MF パベル・ホルバドラを得るなど手コ入れを行った。クラブは下位に留まったが、ハリトがリーグ戦17得点を挙げ、得点ランキング3位体となった。東京 V から現役日本代表 DF、三浦敦弘を獲得。開幕戦で勝利して、以降、 公式戦12試合勝ちなしとなり、6節披露しません。終了後に、松永秀樹が辞任し、エメルソン・レオンが就任したが成績は上向かず、2ヶ月余りで解任された。その後、パベル・ジェイ・ハークが正式に監督に就任。2001年から、クラブの顔として在籍した、FW ・三浦和義が構想から外れたこともあり、7月に、退団。8月に、 ブンデスリーガでのプレー経験もある FW イボ、DF、マルティンを獲得。2004年加入の MF、ホルビを加えて、チェコ人3人体制となった2004年から所属の DF ホージェル、2005年6月加入の MF、ディエゴ・ソーザは対談。第7節に最下位に転落して、以降、年間通して低迷し、11月20日の大宮戦に、敗れ、J2 に降格した。 また、監督は2004年から1年半の間に、ハシェック、加藤博松永秀樹、エメルソン・レオン、パベル・ジェイハークと、変わる変わる5人の指揮官が務めたことも、当時のクラブの瞑想模様が浮き彫りとなっている。初代監督のスチュワート・バックスターが9年ぶりに監督に就任。FW、ハリト・リュウジが、G 大阪移籍したものの、三浦厚を、 はじめ多くの主力が残留した。DF ラインには、長年イングランドプレミアリーグで、長年プレー経験のある DF、エメルソン東明を獲得。攻撃陣には J1 で、出番の少なかった、FC 東京 FW 近藤祐介、広島 FW、モテギヒロトを獲得。トップチームにおいて、サテライトチームを、ビッセル神戸 U-21 として、 若手選手の育成強化のためのチームに特化させると、ともに、出場経験が少ない選手に対する、実践機会提供を図る観点から SC 取り、現、ガイナーレトットリと提携。また、横浜 FM ユース、ナショトリ関西地区担当の安田治療が、U、U-21 監督に就任。4月10日、クリムゾン FC 社長の三木谷が、 代表取締役会長に就任。足立が GM 兼任で代表取締役社長に就任。5月、読売サッカークラブや裏は、日本サッカー協会などで重要職を担ってきた佐藤秀夫 GM アシスタントとして就任。また、人工芝グラウンドがいぶきの森に完成した。リーグ戦は、横浜 FC、柏と自動昇格を争い。 最終節で柏に逆転され3位の成績。最終戦で退場処分になった三浦を書いたホームでの初戦は、引き分け12月9日、福岡との入れ替え戦、第2戦、後半、FW、近藤のゴールで先制。その後同点とされ、福岡の猛攻を受けたが大志の技 J1 昇格を決めた。松田大成2年目、育成部長に、 滝川第二高校サッカー部監督、黒田和夫が就任。横浜 FM から江野本達也、新大阪から大久保義藤完全遺跡で、山形からレアンドロ、元、全北現代のボッティを期限付き遺跡で獲得した。シーズン途中に、三浦が対岸した一方、浦和から MF、堺井智之、新潟から MF ディビッドソンジュンマーカス、福岡からレンタルで、 小賀聖治らを獲得。第21節から第26節まで5連敗したが、第31節の甲府戦に勝利して、J1 残留が決まった。なお、最終順位は10位。松田大成3年目、韓国代表首相の MF 金南一、大分から、元日本代表 FW 松橋翔太、横浜 FM から MF、吉田高幸、FC 東京から MF、 鈴木の夫、を、甲府から FW、須藤大輔などを獲得。一方で、近藤雄介が対談した。大久保義人が、キャプテン、北本九二位、榎本達也が、副キャプテンとなった。開幕から校長を維持し、一時は2位につけていた。その後、レアンドロ、小賀誠二、北本久に守るらが、次々と怪我をし、一時は広格圏内まで順位が、 落ちたが、その後 J1 クラブ記録となる5連勝を達成するなどし、11月23日の FC 東京戦で残留を決めた。天皇杯は4回戦で松本山宮、B、FC に J リーグ加盟後の公式戦最多得点8から0で勝利したが、5回戦でトスに敗退した。共同通信によると11月時点で松田博士に監督続投を要請していたが、 12月に、松田が監督から解任された。また、栗原圭介、酒井智之らベテランに加え、ユース出身の4人もが、契約満了により退団し、監督に CR、フラメンゴからカヨジュニオールが就任。FW、大久保義人が、VFL ボルフスブルクへ、FW レアンドロが、ジオサカ移籍した一方、 ブラジル人の FW マルセウツ MF アランバイア、川崎からガナ・ハカズキ、オーストリアのレッドベル・ザルツブルクから、元日本代表 DF、宮本・ツネヤスを獲得した。リーグ戦は、第5節、4月11日の横浜 FM 戦で2006年以来の、5失点で大敗した。その後も回に沈んだ。6月、FW、大久保・義人が復帰したが、 6月30日にカイオジュニオールがカタールクラブ監督を吉に監督を辞任。後任には和田正宏がチーム統括本部長と兼任で就任した。8月、大宮や札幌の元監督の三浦俊也が監督に就任。和田はヘッドコーチに就任。三浦の就任後は首位か島を下すなど8月は無敗で乗り切ったが9月以降はなかなか勝ち点を伸ばせず。 第33節に、柏の降格が決定したため、残留が確定。シーズン成績は14位。三浦大成2年目。社長職が足立から金谷光一へ交代。金南一が、ロシアリーグに移籍した一方を、草津から J2 で23得点挙げた、徳倉健、大分から MF、エジミューソンを獲得。さらに小賀誠二と、内山俊彦が抜けた左サイドに、 大宮から DF、富田大輔、柏から MF、ポポを獲得した。開幕戦こそ勝利したが、代表戦で負傷した大久保義とのコンディションが上がらなかったことや、徳倉や富田といった、新加入選手が出遅れたこともあり連勝できない状態がいた。W 杯での中断明けに練習に参加していた FW ジェミンと7月に契約した。一方で、 リーグ戦は17節から23節までの7試合で6人の退場者を出し、そのうちの2度が GK、榎本達也の退場で、フィールドプレイヤーが GK を務める事態も2度生じた。9月11日の京都戦に敗北した翌9月12日に、三浦が解任され、和田が監督に就任。なお、第十三節終了時点で十六位であったが、最終節で浦和戦に勝利し、 第33節時点で15位の FC 東京が敗れたため、最終順位15位で J1 残留が決まった。なお、2010年シーズンの反則ポイントが149となり150万円の反則金を課された。反則ポイント17位は、大宮で100ポイント。和田大成2年目、小林久明、富田大輔が甲府へ、江ジミウソンが熊本へ、江本達也が徳島へ、 高橋優太郎が、C 大阪へ、ガナハカズキが、JFLFC 琉球へ完全移籍、坪内秀幸、大宮、小木光太、甲府がレンタル移籍先へ完全移籍した。補強として、C 大阪から DF 羽田健二、UAE リーグあるワッスルから、MF、ホジェリーニョが完全移籍で加入、DF、柳川正樹、MF、馬場健二が、 レンタル遺跡から復帰した。序盤は好調だったものの、ホーム広島戦での MF、三原正俊の不勝利が以降は急戦で3分6敗と、低迷する。その後は、補強選手が機能せず怪我人が多く、急試合い勝ちなしなど、苦しい戦いを強いられたが、よりボールを保持し相手を圧倒する、サッカーが浸透し、新首相、吉田、大久保、僕須蔵、 ドイツ2部のコットブスを退団し、シーズン途中に加入した相馬隆人らベテラン勢の活躍もあり、最終的は過去最高順位となる9位でリーグ戦を終え、今季目標に掲げていた一桁順位達成をクリアした。また、年間合計入場者数が昨年から引き続き J1 に在籍したクラブの中で唯一、昨年より増加した前年比103.1%。 和田大成三年目、ボッティがフィゲーレン政府 CE へ、ホジェリーニョがセアラー SC へ、ポポが浦和へ、石光洋介が名古屋へ、松岡良介が岩田へと移籍した。また、草津にレンタル移籍した柳川正樹が栃木 SC に、三島公平が水戸に、馬場賢治が湘南に、楠瀬明人が松本に完全移籍。有田光が愛媛に、岸高秀が鳥取に、 昨シーズン2種登録だった、広田隆二が、プロ契約後、岐阜に、レンタル移籍。また、宮本恒康が引退した。補強は、G 大阪から橋本秀夫、高木和道、鹿島から田代雄三、野沢拓也の、経営4人の元日本代表選手を獲得。また、山形から GK ウ草クサハイドクスプリトを対談していた。 日本代表 DFE の波正しを獲得、またイガンソン、奥医療の2人の大卒選手が入団した。選手以外では3月に、元 FC、バルセロナ副会長のマルク・イングラが、取締役に就任。また、5月には、タイプレミアリーグのチョンブリー FC と、業務提携を結んだ。リーグ戦は、開幕に連勝後に4連敗、ナビスコ杯を入れると6連敗。 第8節終了時で3勝5敗、ナビス5敗を入れると3勝7敗となった4月30日に和田を監督から解任。ヘッドコーチの安達亮が暫定監督につき、5月19日に g 大坂本監督の西アロンが就任した。2014FIFA ワールドカップアジア4次予選によるリーグ戦中断が明けた第14節から3、連勝したが9月以降に リーグ戦及び天皇杯の佐川氏が FC 戦で、公式戦9試合連続勝ちなし、うち3試合連続で逆転負けを喫した。11月7日の横浜 FM 戦に敗戦した翌8日に、西野監督から、解任、ヘッドコーチの足立良が、公認監督に就任したが、第34節でサンフレッチ広島戦に、敗北して16位となり、J2 降格が決定した。 アダチ体制2年目、トップチームコーチに千葉前監督の小山隆之が就任し、武田二郎 GK コーチの後任には、しじまあルが就任した。大久保義人が川崎へ、野沢拓也が鹿島へ、井野葉雅彦が岩田へ、近藤学徒が三戸へ、高木和道が大分へそれぞれ遺跡。フェルナンド、アンデルソン、ペチョンソクが対談し、僕安造。 羽田健人が現役を引退した。また、上田俊、広田隆二が鳥取へリ期限付き移籍した。補強は、浦和から2011年まで在籍していた、FW ポポを、清水から GK、山本海人を、ウルサン現代 FC から、MFS 手番を、それぞれ完全移籍で獲得し、川崎から杉浦京平を期限付きで獲得。期限付き移籍していた光、有田 川本博之、大谷翼、岸高秀がチームに復帰し、ユースから松村亮、前田良介、和田治樹が昇格した。2月にブラジルパルメイラスから FW マジーニョが期限付きで加入した。開幕から3連勝。第4節京都戦に敗れたが、第5節から9試合負けなし、6勝3分の成績。しかし、第16節。 鳥取戦に敗れ、同節終了時点で、第2節以来キープしてきた首位を、G 大阪に明け渡した。その後は、第34節まで2位を維持し、第35節から第38節までは再び、首位に立った。また、第37節、松本戦では、リーグ戦クラブ記録となる1試合7得点を、記録した。第39節、 勝てば2位以内確定となる3位京都との直接対決に引き分け、自力での J1 復帰決定を逃すと同時に、再び G 大阪に首位を明け渡したものの、第40節、先に試合を行った京都が G 大阪に敗れた時点で、神戸のシーズン2以上が確定、1年での J1 復帰を決めた。なお、J2 リーグ戦は2位の成績。天皇杯は3回戦で、 新大阪に敗れた。足立体制3年目。2012年途中から就任したブローロフィジカルコーチが名古屋へ移籍し、2007年まで新潟でフィジカルコーチを務めたフラビオがフィジカルコーチに就任した。前年16得点を挙げた FW ポーポが岩田へ完全移籍、9得点を挙げた FW マジーニョがパルメーラスへ復帰。有田光月。 三原正俊がそれぞれ京都、長崎へ期限付き移籍。その他、DFE、グアンソンが福を変え、新大阪から期限付きの DF 金星元、鳥取に期限付きしていた、広田隆治、戦力外通告を受けた、岸隆秀、徳良健、林圭介がチームを離れた。また MFS テバンは、選手登録を抹消され、最終ユナイテッド FC を経て2014年7月、 徳島ボルティスへ期限付き移籍となった。補強は、前年 J1 で16得点を挙げた FW、マルキーニョスを横浜 FM から、K リーグで17得点を挙げた FW、ペドロジュニオールを最終ユナイテッド FC から獲得。その他 DF、マスカワ・高橋春季、MF シンプリシュをチョン・ウヨンが加入。川崎から期限付きで加入していた、MF、 杉浦京平は完全遺跡で獲得。ユースから GK、吉丸彩氏が昇格し、FW 金広志タスクが強国高等学校より入団した。リーグ戦、第8節鹿島とのアウェイゲームに15年ぶりに勝利し、クラブ史上初のリーグ選手位に立つなど、ワールドカップ中断期間までは3位。ナビスコカップでは、クラブ史上初の決勝トーナメント進出を果たした。一方、 天皇杯は2回戦、初戦で関西学院大学に敗れた。11月2日に第31節サガントス戦の敗戦で AFC チャンピオンズリーグの場が消滅し、その直後に約2年間式を取った足立良監督のシーズン終了後の契約満了が発表された。最終的にシーズン終盤はリーグ戦4連敗を喫するなど11位。 12月9日には、橋本秀夫、モテギヒロトとの契約満了を発表した。12月12日には、シジマール GK コーチフラビオフィジカルコーチの退任が発表された。それに伴い、アレックストップチーム GK コーチ、ピメンテウフィジカルコーチの就任とネルシーニョの監督就任が発表された。ネルシーニョ体制1年目、GK、ウ草クサが、長崎、DF、 茂木博ヒロトが、福島、MF、橋本秀夫が、C 大阪、MF、杉浦京平が仙台へそれぞれ移籍。DEF、河本博之が2012年に期限付き移籍した、大宮へ完全移籍し、京都へ期限付き移籍していた、有田光月はそのまま完全移籍となった。その他、ブラジル人、MF シンプリシオと、FW、田代雄三が対談した。 FW、松村亮は、栃木へ1年間の期限付き遺跡となった。補強は、FC 東京から FW 渡辺千真、大宮から DF、高橋翔平、トスから DF 安田理大、ブラジルから MF f フ夫人と清水からブエノが、期限付きで加入した。前年福岡から期限付きで加入した FW、石津大輔は期限を延長した。 京都へ期限付き移籍していた MF 田中秀夫と長崎へ期限付き移籍していた MF 三原正俊が復帰。東福岡高校から MF 増山朝日、早稲田大学から GK 松沢香織明が新人として入団した。年間を通して故障で主力を欠くことが多く、4月以降はホームゲームで勝ち星を稼げず、ファーストステージは13位と低迷。 セカンドステージ開幕前にフェフジンとの契約を解除し入れ替わる形で FW レアンドロが2008年以来7年ぶりにチームに復帰。セカンドステージ開幕戦ではそのレアンドロも得点を上げるなど5から0と圧勝するスタートしたが4節から6節まで3連敗。この時期はホームとして使用するノエビアスタジアムのピッチコンディションが悪く試合後の記者会見で ネルシーニョがリズムを作れなかったのはピッチコンディションが影響したと苦言を呈するほどだった。そのため、セカンドステージ9節サガントス戦とナビスコカップ準々決勝カシワレイソル戦は神戸ユニバー記念競技場に試合会場が変更された。9月から5連敗、セカンドステージ14節時点で年間勝ち点15位と合格の可能性を残したが15.16節の 残留を争うモンテリオ山形と松本山宮 FC との2連戦に連勝して残留を確定させた。ナビスコカップはベスト4、天皇杯はベスト8に入った。ネルシーニョ体制2年目、DF 奥井亮が大宮に、DF 安田理大が名古屋、DF マスカワが札幌、DF ブエノが鹿島 MF 森岡良太が ポーランドブロツワフ、チョン・ウヨンが、中国、重慶緑保 f c へ、それぞれ完全移籍。FW ・マルキーニョスと MF、和田お樹が対談。補強は、水戸から DF、田中雄大を、トスから MF、藤田直行を、韓国、ウルサン現代から韓国代表 GK、キムス・スンギを完全移籍で獲得。清水から DF、 村松大輔を期限付き遺跡で獲得。栃木に期限付き遺跡していた MF 松村亮が復帰。ユースから DF 藤谷総、DF 東俊也、MF 中坂雄也がトップチームへ昇格。関西学院大学から元ユース所属の MF 小林聖吾を阪南大学から MF 松下慶喜が新卒入団した。また2月9日に 岩田を退団した DF 井野波正彦が4年ぶりに復帰することが発表された。セカンドステージから SC インテルなしをなるから MF ニュートンと浦和か DF 橋本和が加入を行い開幕を迎えた。開幕戦は甲府に敗れたものの2節の新潟戦で6の3の逆転勝利で初勝利。前年は 怪我に泣かされた FW、ペドロジュニオールが復調し、が、ボランチのコンビがなかなか定まらず、毎試合構成を変更を余儀なくされた。ファーストステージは12と苦しんだが、セカンドステージは前述した MF ニュートンと DF、橋本和を獲得。セカンドステージ発節 FC 東京戦以降は、リーグ戦発勝一歩に一敗と好成績を収めた。 セカンドステージ15節仙台戦で敗れたため、ステージ優勝の夢は途切れたものの、セカンドステージを2位で終えた。年間成績は過去最高の7位。また FW レアンドロが19得点を挙げ、クラブ初の J リーグ得点王に輝いた。ネルシーニョ体制3年目、DF、相馬隆人が引退、GK、山本海人が、千葉、DF、高橋翔平が、 岩田、FW、ペドロジュニオールが、鹿島、GK、松沢香里明が、徳島、DF、田中雄大が札幌へ完全移籍、MF、松村亮が、徳島、MF、増山朝日が、横浜 FC へ期限付き移籍、FW、石津大輔は、期限付き移籍期間満了で、福岡へ復帰、群馬へ期限付き移籍していた、FW、 タシロ・ヒロシ・タスクが対談した。補強は、仙台から DF、渡辺・博文、G ・大阪から MF、大森・光太郎、FC 東京から MF、高橋・秀人、湘南から FW ・大月・主平、ポルトガル一部リーグのスポルティング CP から、昨年カシワでプレーした FW ・田中淳也が完全席で加入。期限付き遺だった DF、 橋本和が完全遺跡で加入。GK、吉丸やし、DF、山口真嗣が期限付き遺跡先から復帰した。また、元ドイツ代表 FW、ルーカス・ポドルスキが加入して7月にチームへ合わせ。同じ7月に、オランダ一部のアド・デンハーグから、元日本代表 FW ・ハーフナー・マイクが加入した。クラブ史上初の開幕4連勝を達成する。 コースタートを切ったものの、開幕戦で前年得点王のレアンドロが、全治6ヶ月の重傷を負う、9月の復帰目前で再び同じ箇所を負傷し、シーズン絶望となった。4月中旬から下旬にかけて3連敗を喫するなど、順位は低迷。ルーカス・ポドルスキが加入したものの、夏場に再び3連敗を喫し、8月16日に、ネルシーニョと監督契約を解除し、 ヘッドコーチの吉田隆之が監督に就任したシーズンラスト3ゲームはいずれも黒星でシーズン3度目の3連敗となったリーグでの順位は9位となり2年連続での1桁順位となった天皇杯は準決勝で新大阪に敗れた吉田大成2年目ジュニアユースからクラブに在籍し主力としてプレーした DF 岩波拓也が浦和へ完全移籍したほか、MF ニュートンが、ブラジルバイヤーへ、MF、高橋秀人がトスへ、MF、大森幸太郎が FC 東京へ、GK、徳重健太が長崎へ、徳島へ期限付き移籍していた、FW、松村亮が長野へ、MF、田中秀夫が宮崎へ完全移籍。DF、東俊也が福島へ、DF、山口真嗣が大分へ、MF、小林聖吾が、 モンテディオ山形へ、MFS クレイが、ブラジルセアラーへ、FW、向井キヒトが、FCE マバリから復帰ごみをびは越しがそれぞれ、期限付き渡る。福岡で、J2 リーグ19得点を挙げた FW ウェリントンを、はじめ、浦和で、優勝経験もある DF、ナス大ワ仙台で主力としてプレーしていた、MF、三竹駅、11年ぶりの復帰となる、 g k 小木コータ、2015年までプレーしていた韓国、代表 MF、チョンウヨンが3シーズンぶりに復帰。タイ代表 DFT ラトンを期限付き遺跡で加入した。昨年に主登録された、ユース出身 FW 佐々木大輝、美和子整形スポーツ大学出身の DF グー大輝、青森山田高校出身の MF 豪華優太から入団した。また、 クラブのスポーツダイレクターに2007年まで在籍した三浦淳館を迎えた。チームキャプテンにはルーカス・ポドルスキが就任。5月には FC バルセロナからスペイン代表 MF アンドレス・イニエスタの完全遺跡が発表された。シーズン途中に徳島から DF、大崎・レイオーと FC ・ギフより FW、古橋・トール・アオギリを完全遺跡で獲得。 FW レアンドロが、東京 VA、MF、チョン・ウヨンが、アルザットへ完全移籍で対談。FW ハーフナー・マイク、小川慶治・アキラがそれぞれ仙台、湘南へ期限付き移籍した。新加入のミタ、ウェリントンが早々にフィットしたことや、ルーキー・佐々木、豪華といった若手選手の活躍、そして、ワールドカップ後に加入したイニエスタの活躍もあり、一時は4位に、浮上し、 目標とした ACL 出場の可能性も現実味を帯びていたが、8月下旬から5連敗を喫し一気に順位を落とす。9月17日に吉田が監督を退き、公認としてフアンマヌエルリージョが就任した。残留の大一番となった31節名古屋戦を勝利するなど、シーズン終盤6試合でい敗で乗り切り、33節に J1 残留が確定した。 リージョ体制2年目、スペイン代表として、ワールドカップ優勝経験を持ち、バルセロナでのプレイ経験もある、ニューヨークシティ FC 所属の FW、ダビド・ビジャーを獲得。ホームスタジアムは、ノエビア・スタジアム神戸であり、神戸総合運動公園ユニバー記念競技場でも、不定期にホームゲームを開催している。なお、過去のホームゲーム開催スタジアムはビッセル神戸の、 年度別成績一覧年度別入場者数を参照のこと。練習場は神戸市西区いぶき大東町7丁目、精神南ニュータウンにあるいぶきの森球技場が使われていたが、2003年10月にビオフェルミン製薬が練習場用地を新工場建設のために取得2万43月に引き渡ししたため、2005年2月より、 神戸ハイテクパークに隣接する神戸市西区、長谷,谷町に約5億円かけて建設したいぶきの森球技場、名称は同一に移転した。ビッセル神戸は2009年シーズンからリーグ戦において対戦相手によってチケット価格が異なる制度を導入している。カップ戦は設定なし。A 価格は B 価格に比べて大人で1000円、小中生で500円高い。 なお、各年度のカテゴリーの対象クラブは、下表の通り。創設時に、神戸フットボールクラブから、ユースジュニアユースを移管して、アカデミーが発足した。2005年、育成支援個人協賛会、ビタミンクラブ、バイタミンクラブが発足した。2006年、伊丹ジュニアユースチームを設立。2009年3月、伊吹の森球技場に近い神戸市に宿旗した2町。 福谷に、選手寮、通称、三木谷ハウスが完成した。総工費は、約2億3、レー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 レ円で全額を、三木谷が負担し、前札幌 GM の村野進むが、寮長に、また夫人である、村野明子が寮母となった。また、育成部長の黒田和夫が、ユース監督に就任した。2011年12月、地域のスポーツ活動の普及。 育成に寄与することを目的に一般社団法人ビッセル神戸スポーツクラブが創設された。ビッセル神戸の決算は次の通り楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。